で、これじゃあこれポジション逆になってるんじゃないのっていうことで、あにゃせよー、テッチートゥーブイダーポテです。ということでね、今日はプヤニンメインボーカル説はい、ということでね、まぁ、今回ガルプラのね、お話になるんですけども、まぁ、ガルプラ8話のね、感想ね、ちょっと時間置きすぎちゃったのでね、まぁ、それを今更動画にするのもどうかなと思ったので、まぁ、動画のね、最後にね、ガルプラ8話の感想をね、まぁ、さらっと言おうかなと思うので、ぜひね、最後に見てもらえると嬉しいんですけども、今回は、プヤニンね、フー・ヤーニンが、スネークチームのメインボーカルに変更されたんじゃないかっていう説をね、これお届けします。ということでね、これ、TikTok をね、最近見てて、最近ガルプラのこととかも流れてるので、ガルプラのやつは結構見ちゃうんですけど、そうするとやっぱガルプラがね、僕のタイムラインみたいな感じに、乗りやすくなってて、まあ、すごいね、そのガルプラのが流れてくるんですけど、そこでね、見つけた説で、これね、おおって思ったので、これね、動画にして皆様にお届けできたらなと、まあ当たり前だったら申し訳ないんですけども、まあ多分知らない方もいると思うので、まあ一応、お届けしようかなと思います。で、これから TikTok とかね、まあ Twitter とか結構皆さんね、その人の深い情報だったり過去だったりねとか、まあ TikTok だったら、そのなんかこの前なんかファンミみたいなやつがあったらしくて、韓国でね行われたんですけど、今のね参加者メンバーたちがすごいなんか順番にパフォーマンス披露したりみたいな、結構羨ましくてね、行きたかったみたいな声がいっぱいあるんですけど、そういう感じのやつの動画とかをね結構上げてる人がめっちゃいて、可愛いね、僕プヤニン推しなんですけど、プヤニンの動画とかね、他の子とかもね、いろいろ可愛い動画とか結構まあいいのかわかんない、天才なのかわかんないんだけど、結構 TikTok とかに上がってるので、これぜひ皆さん TikTok でガルプラと検索してみるといいんじゃないでしょうか。ということで早速プヤニンのやつをやっていきます。どっちなんだよ。はい、じゃあまずね、なんでプヤニンがメインボーカルんじゃないかってなってるかっていうと、まずこの2つのね画像を見てほしいんですけど、まずこちらが中間点検時の中間、まあ、検査みたいな、なんか、なんていうの、マッサーに一旦見せるみたいな時のやつがこちらです。で、シャオティがこうなってて、で、プヤニンがね、こう首を絞めてるみたいな、首を絞めに行ってるみたいな感じで、その後ろからルイチがね、こうガッてなんかやってるみたいな、画像なんですけど、これね、この前出た、実際にね、発表するシーンの写真がこちらです。これよく見ると、これルイチが首の方に行ってて、プヤニンね、この金髪だからプヤニンなんでしょう。プヤニンがこうガッて行ってるわけですよ。で、これもう一度近づいた時がこちらで、これ完全に首絞めに行ってるのが、これルイチなんですよね。この青い髪とか、輪郭からして。で、これじゃあこれ、ポジション逆になってるんじゃないのっていうことで、プヤニンがね、メインボーカルに、変わってるんじゃないかっていう。もともとね、ルイチがね、ヨンとルイチがメインボーカルの立候補して、その投票の結果4対3ぐらいで、ルイチがね、選ばれてるんですけど、その時にね、ルイチが喉のね、調子がちょっと今悪いみたいな感じのことを言っていて、だからそういう影響なのかなっていうのもあるんですけど、まあ、もっとね、証拠があるのでね、ちょっと証拠見せていきますね。まずそのルイチの喉の調子が悪化しちゃったとか、まあ、そういう関係でっていうのも、ま、一個の証拠になると思うんですけど、この前やってた芋掘りのシーンあるじゃないですか。芋掘りのシーンで、こう、披露してるわけですよ、スネークを。そこでこのね、ルッチーナナーやみたいな、ここで、ここにいるわけですよ。ルイチーとプヤニンがここにいて、で、こっから、プヤニンは、てん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 バーバーバーのところで、まあ、こう出てきて、ここに来るわけなんですよ。まあ、これ、サビで真ん中やんっていう。で、これだいぶ前に、これね、クリエーションミッションの、なんかお手本動画みたいなやつがあったんですけど、そこで、こう、ルッチーナナーがこのシーンで、こっからこの右からね、3番目の人見ててほしいんだけど、そっから、こう前に、じゃんじゃんって来てるわけですよ。で、真ん中に来るみたいな。で、ここでサビが始まる。なので、この3番目、これプヤニンも完全に3番目なので、このね、まあ、3つの証拠、これまず最初に入れ替わってる。中間点検の時と入れ替わってるっていうのと、ルイチの喉の調子が悪かったってこと、と、このクリエーションミッションのやつから、この芋掘りのね、芋掘りチームの発表の時に、全くそのね、メインボーカルの位置になってるっていう、もうこれほぼ証拠と言ってもいいんじゃないでしょうかって感じで、これだからね、プヤニンが、
あの、メインボーカルになってる説っていうことで、まあ、個人的にプヤニー推しなので、まあ、その、ルイジーちゃんの気持ちをね、一旦置いといてね、一旦置いといて考えるとめちゃくちゃ嬉しいな。でももちろんね、ルイジーちゃんも絶対悔しいだろうし、ルイジーちゃんもね、あの、いろいろ頑張ってると思うので、なんかそんな、なんか、うわーとはね、言いづらいんですけど、まあ、そういう気持ちを一旦あの、置いといて、置いとかせていただけると、あの、プヤニーちゃん推しとしてはね、めちゃくちゃ嬉しいなっていう。で、しかも激アツやなっていう、これ金曜日のね、あの、放送がめちゃくちゃ楽しみなんですけども。まあ、あとね、まあ、ヨウンちゃんね、ルイチと、そもそもルイチと戦ってヨウンちゃんが、そこでね、投票で負けちゃったので、まあ、その気持ちとかも考えたら、ちょっとかわいそうでは、ヨウンちゃんもかわいそうだしっていうのもあるんですけど、まあまあ、そういうことですって、こう、プヤニンちゃんがね、メインボーカルの可能性がだいぶ高いよっていう動画ですね。はい、ということで、これでね、まあ、プヤニンちゃんが、メインボーカル説っていうのはもう説明できたんで、まあ、8話のね、感想をね、まあ、軽く言っていこうかなと思うんですけど、まあ、僕個人的にね、やっぱプヤニンちゃん好きなんで、芋掘りチームの話になっちゃうんですけど、なんかプヤニンちゃんの、あのキャラが、もうめちゃくちゃ好きで、めっちゃなんかもう、どんどんなんか、最初やっぱちょっとさ、悪い印象が強かったわけじゃないですか。そっからなんかどんどんプヤニンちゃんのいいところを出してって、なんかもう、今もうみんなメロメロなんじゃないですかこれ。ねこれ。で、僕ね、ウェンジャちゃんもね、芋掘りの時のキャラめっちゃいいなと思って、ウェンジャちゃん、しかもなんかめっちゃ、なんか見れば見るほど美人になっていってる気がして、ウェンジャちゃんが。なんか最初よりも、めちゃくちゃなんか、ジョンヨンミ、これ結構前から言ってるけど、なんか、トワイスのね、ジョンヨンみたいな感じの、ちょっとお母さんみたいな感じのね、雰囲気がね、するんですよね。でね、キムダヨンのお母さん、芋掘りとか農業体験とかさ、なんか、いろいろあった中で、なぜか、キムダヨンの実家体験がなぜかあるっていうね、これちょっとね、不公平なんじゃないかと思うんですけど、まあまあまあ、そこはね、一旦置いといて、まあ、エムネットがキムダヨン推しなのかな？ちょっともう、キムダヨン推していくみたいな感じなのかわかんないんですけど、ちょっとね、まあ、あれは他の参加者からしたら逆にね、おい、それちょっとずるくねえかみたいな、思うかもしれないんですけど、まあでも、キムダヨンのね、お母さんもいい人だし、まあ、これね、キムダヨンへの評価さらにね、上がったんじゃないかなっていう。で、あとね、個人的にヒカルちゃんの、マシロちゃんとね、電話してる時の、敬語、日本語の敬語、なんかやっぱこうテレビで見てる人ってなんかこう、なんかちょっとね、なんかこうテレビで見てる人って感じするんだけど、なんかあそこで、マシロちゃんとね、敬語で話されるとなんか一気に親近感湧くというか、なんとかね、なんですかみたいな。なんかすごいね、なんか個人的に好きだなっていう。やっぱりヒカルちゃんとかね、マシロちゃんもね、報われてほしいなって思うので、まあ、このね、なんかそういうパフォーマンスとは違った部分でもね、なんかどんどんヒカルちゃんとかマシロちゃんの魅力がね、なんかどんどん出ていけばなと。で、マシロちゃんちょっとね、高所恐怖症でね、かわいそうだなっていう部分もあったんですけど、まあ、かわいそうだなと思いつつ、その怖がってる姿もちょっとかわいいなっていうね、これまあちょっと矛盾なんですけども。まあでもね、さすがに、高所恐怖症で、上までね、行かされるのは、まあよくあるパターンなのかなって思うんですけど、橋の上で、踊るのはちゃうやろって。なんか僕橋渡って、どっかね、またどっか行くと思ったんですよ、その高いところに。その高いところのステージに。橋で歌わって踊らされるみたいな。まあ踊ってなかったけど。あれはちょっとかわいそうちゃうっていう。普通に高所恐怖症じゃなくてもちょっと怖いでっていう、多分。それをね、恐怖症の人にやらせるのちょっとね、きついんじゃないかなっていうのをね、思いました。で、まあ最後ね、中間発表。これね、かなりこう、もう変わってて、もうね、KCJ の最初の1位のね、ヒカルちゃんとダヨンちゃんとシャオティンちゃんが1位っていう、これすごいなって、このままもし、順位変動なしでボンって行くんだったら、もうマスターの見る目もやっぱりすごいんだなっていうのもわかるし、なんかね、すごい、なんか偶然なのかわかんないけど、すごいなっていう、かっけえなっていう風にね、思いました。で、プヤニンちゃんの10位ね、10位、これね、すごいなって、正直、プヤニンちゃんめっちゃ好きだったんですけど、結構下の、順位的にはね、下の方だったんで、これちょっとプヤニンちゃん危ねえんじゃねえかっていう、ちょっと危ない可能性の方が高いんじゃねえかって心の中で思ってたんですよ。だけどこれ10位ということで、かなり上がってて、これワンチャンマジであるぞっていう、これあるぞってことで、これ、プヤニ推しの方というか、もう、プヤニ推しをちょっと好きぐらいの方もね、これガンガン投票しまくっててほしいなっていう。なんか、ツイッターとかでもね、これ、プヤニンが今10位だからって安心しないで、投票し続けてっていう声がいっぱいあったんですけど、これ10位ってまず9人、ね、多分9人じゃないですか。これ10人ってまだ入ってないからねっていう、だから全然安心どころか全然まだ全然ここよっていう。ことをね、僕は伝えたい。安心するどころかって話なんですけど、でも、逆に可能性がかなり見えてきたぞってとこではね、もうどんどん、諦めずにね、こう投票しててもらえるとこれ、あるぞっていうことで、
思いましたっていう感じですね、8話の感想は。ちょっとね、動画があんまり長くなっちゃってもあれなので、まあこういうことですということで。で、こういう感じでね、TikTok 今後もちょっとね、暇な時間結構見て、ガルプラとかのね、なんかこういう、普通にさらっと見てたら気づかないようなこととかもね、僕的にこう見てて気づいたり、まあ普通に気づいたらね、こう動画にしていこうと思うので、ぜひね、チャンネル登録して待ってもらえると、新しい情報とかもね、出ると思うので、これぜひ、チャンネル登録してくださいということでね。まあ、今後のガルプラ、プヤニンちゃん好きですけど、他のね、参加者のなんか過去とかも知っていくと、すごいね、応援したい気持ちになっちゃうので、これで、ね、まあガルプラね、ガルプラの参加者を応援したいなって方とか、ちょっとね、情報知りたいなって方は、ぜひね、チャンネル登録してもらえると嬉しいなと思います。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。